このクリームが生乳から全部自分たちでやっててね、もともと業者に発注するのは嫌だから、今日は80年代から90年代にかけて活躍された女子プロレスラーのプロタイルドイさんをインタビューさせていただきたいと思います。もう今もうその話はって感じです。はい、カップケーキの専門ではないんですけど、可愛いお茶を飲みながら楽しむ、そうこういうお菓子を今は。プロタイルドイさん自分で作られてるんですか？まあそうなんですけど、まあ菊田ちゃんも知らないし、正直フロタイルね、あの時はもう本当にめっちゃかめっちゃかで何が何か分かんなくて、もう今はもう恥ずかしいかなって感じですかね。ちょうど今年で7年目になりますね。そうです、主人にもいろいろ応援していただいて、それで今ずっとこのお店をやっていますので。すいません、ひょっとしてこちらに。そうなんですうちのダーリン。いいですか、ちょっと撮影させていただいても。カメラ大丈夫なんだっけ？いいな。もともとフロタイル土井さんのファンだったりされたんですか？いや、僕は全然知らなくて。知らなくていいです今日はちょっと伝説の80年代90年代 の名プロレスラーという特集でもあるので、ちょっとその時代のこともお聞きできればと思います。はい、プロタイル土井さんのこのお写真なんかもちょっと持ってきたんですけど、これはもうやめてください。やだ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 。1989年の後楽園ホール。見れない。いやだ、ちょっと見れない。ちょっとごめんなさい、この流れがやだ。ちょっとごめんなさいね、これはちょっとすみません。ファンの方もね、そうですね、はい、でもね、やだ、流れがさ、こんな感じになってやだ。
おおデリシャスおおデリシャス。まあその時代もあったんですよ、いろいろ必殺技というか、あの注目を引くためにいろいろなパフォーマンスをやらなくちゃいけなくて、まあ、自分もヒールだったっていうのもあって、やっぱりこう画面としてパンチが残ることをやらなくちゃいけないので、頭を、うん、かじってたりしたのは本当にもう、うん、今はもうごめんなさいって感じかな。ちょっと今言っていただいてデリシャス言っていただいていいですか？それだけはすいません、ごめんなさい、そのお話すいません本当に。このあの最近でもまだ見るんです、紙切りデスマッチみたいなのも結構フロタイトーイさんが初めにやられたという。見れない見れない、すいませんその話。フロタイルに負けやしねえなんてもう言えないじゃろ、お前だよなんてこの人じゃ見れないんだよこんな髪の毛。うわうわごちそうさまでした。極力お答えするんだけど、これに関してはちょっと本当に厳しいかもしれない。今回のはゆうひとさん、ちょっと話違うね、うん、すいません、ちょっとあのカップケーキのお話。かつてはね、その騙し討ちみたいなものがフロタイル同士の代名詞で、この頃はもう勝ち負けなんかより相手に悔しい思いをさせたいっていう気持ちだとか、もういいんで優位に立ちたいっていう部分がもう今はないです。この頃はたくさんあって、綺麗ちょうでかい、ねえねえ、ほらお前の印鑑だよ、ほら押すやだ、これで更新の金がいらないよ、契約してもらうな。駐車場の契約済ませたぜ、駐車場の契約済ませたぜ。よくないよくないよくない、つながりがよくない。
ゆうひとさん、ゆうひとさん、これは流れがちょっときついかもしれない。本日ですか、結構この場でサインをさせてた。ゆうひとさん知らなくていい。あ、いやな、すいません、今もうカップケーキなんで。ね、何やりたいかなと思った時に、やっぱりお菓子作るのが好きだったので、なんか一つの世界の中で、何ですかね、自分の中で細かい作業をするものが大好きなので、一つの世界の中で仕上げるって、案外カップケーキってものすごくそれが理にかなってて、ここに斜めについてるそのままもう顔そのままリング出ちゃうよっていうノリで、もうフロタイルドイという名前になったんです。Thank you.